ジョアンビルイコールルイコールポンは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルド・マルヌ県のコミューン。県内のジョアンビルイコールルイコールポンの位置、ジョアンビルイコールルイコールポンは、マルヌ川の流れによって、コミューン域内が、東西に分けられている。東がバド・ジョアンビル、西がオード・ジョアンビルと呼ばれている。マルヌ川に浮かぶファナック島、サンペール島もジョアンビルイコールルイコールポンに属する。 コミューン内を、東から西へ向けて、A4 高速道路がまたがり、マルヌ川とファナック島には有名なジョアンビル橋が架かる。それによって、ラー栄線が通じ、ジョアンビルイコールルイコール本駅が置かれている。コミューンは、ノジャンシュルマルヌ、シャンピニーシュルマルヌ、サンモールイコールデイコールフォッセ、メゾンアルフ、サンモーリス、バンセンヌの森を通じ、パリと接する。マルヌ市のマリーナ昔、 ジョアンビルイコールルイコールポンは、サンモールイコールデイコールフォッセの一部であった。フランス革命後、コミューンとして分離し、ラ・ブランシュ・ディポンサンモールと名付けられた。1831年、ルイ・フリップ王の王子である、ジョアンビルコフランソワによって、コミューンにジョアンビルの名が与えられ、オートイコールマルヌ県にある、ジョアンビルと区別するために、橋を意味する、ルイコールポンが付け加えられた。 ジョアンビルイコールルイコールボンの地に初めて橋が架けられたのは1205年のオランバ橋で目的は大半が戦争のためだった。1590年4月、アンリド・ナバーールは橋の2箇所に大砲と1万5000人の兵を置いた。1649年にはフロンドの乱の支持者らに橋は破壊され、1652年には大根での兵士たちも同じことをした。 1790年、ボニファスド・ミラボー施策の主導により、木材商人エドム・ルルーにまとめられたら、ブランシュ・デュッポン・サンモールの住民らは、独立したコミューンを作った。ルルーは、初代市長となった。1870年、不屈戦争における、パリ工場戦闘時、ジョアンビ・ィルイコール・ルイコール・ポンには、首都機能が移されていた。プーラン・ジジは、ナマシャンピニの戦いの際には、 戦略上の要所であった。シャンピニーとジョアンビルをフランスとドイツ両軍が争い、フランス軍はジョアンビル橋を破壊した。ジョアンビルイコールルイコールポンは19世紀以降にマルヌガー沿いにできたギャンゲットのため特に知られている。パリ市民はバスティーユ、ラ・バレンヌからの鉄道路線で土曜日の休暇を過ごしにやってきた。週末を過ごすための別荘が川沿いに建てられた。 この時代のジョアンビルイコールルイコールポンをエミール・ゾラ作、ボニュール・デ・ダム百貨店などの小説作品で知ることができる。現在もシェ・ジェ・ジェーヌなど数件のギャンゲットが観光期の週末に営業している。第一次世界大戦中のジョアンビルにはカナダ人病院が置かれた。1921年にはパテが映画撮影所を設置し、 様々な混乱に見舞われながら1987年まで存続した。1929年、パリ市はバンセンヌの森全体を統合したため、ジョアンビルはバンセンヌ競馬場や国立スポーツ研究所といった一部を失った。1971年、マルナ川とポランジ地方にある130軒の住宅を解体した上で A4 道路が建設された。 リグジュリアイウェアによるサングラスやメガネ製造、エシロルコ会社などがある。ニボレット B、ジョインビリールポーン、開封 B、1910。ありがとうございます。